ダニエル・カブレラ、ダニエル・アルベルト・カブレラ・クルーズ、ダニエル・アルバート、キャブレラ・クルス。1981年5月28日対は、ドミニカ共和国サンペドロ・デ・マコリス州、サンペドロ・デ・マコリス出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント。アマチュア・フリーエージェントで、ボルチモア・オリオールズと契約し入団。5月13日、対シカゴ・ホワイトソックス戦。 ダブルヘッダー第1試合においてメジャーデビューを果たす。エリック・ディボーズら先発ローテーションの若手4投手が不調に陥っていた当時のオールズにおいてデビュー戦から2連勝を記録したカブレラは救世主的な存在になると期待された。結局この年はチーム2位の12勝を挙げたが防御率は5.00。吉989はリーグワースト3位だった。 二年連続となる二桁勝利を挙げ、防御率を四点台に向上させるなどの活躍を見せたが、一年目と同じように死球の多さが目立った。開幕前の3月に、第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。ベネズエラ戦に登板した。シーズンでは、オリオールズは名投手コーチとして知られるレオ・マゾーニーを招、昇平。 マゾーニーの下でカブレラは投球フォームを変え、すごく投げやすくなったという。今年はブレークするとオリオールズから期待されてシーズンに臨んだ。しかし、請球難を克服することはできず、3年目で初めて2桁勝利を逃した上、規定投球回に満たないにもかかわらず、吉久冒頭の2部門でリーグ最多の数字を残した。ただ、この年の9月12日からは、 メガネをかけるという、まるで映画、メジャーリーグのような解決法を試み、実際に数字が向上している。オフには、視力強制手術を受ける。のシーズン中も、前年に引き続き、マゾーニーコーチと共に投球フォームを改善し、さらに精神面の強化にも取り組んだ。こうしたトレーニングの結果、この年もヨシキューは、リーグワーストだったが、ヨシキュー率は、 前年の6.32位から4.76に向上した。しかし、請求を重視したことで今度は9位がなくなってしまい、非本類だが前年の倍以上に増加、防御率も自己最低の5.55となり、リーグ最多敗の18敗を記録してしまった。12月29日、ワシントンナショナルズと1年契約を結ぶ、は8試合に先発登板したが、 勝ち星を挙げられなかった。5月26日にディーフとなった。その後、解雇された。2009年8月3日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。オフの11月4日に FA となった。1月14日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結ぶが、スプリングトレーニング中の3月17日に解雇。 6月10日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結ぶが8月にトミー・ジョン術を受けた。は、前年の手術の影響で登板がなかった。1月にピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結んだ。2012年8月16日にトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。マイナーでは24試合の先発で7勝8敗、防御率4.23。 ホイップ1.33の成績を残す。2012年12月14日に1年総額65万ドルで中日ドラゴンズとの契約合意が発表された。中日1年目のキャンプでは首痛やふくらはぎ痛などを訴え、たびたび練習を休んでいた。そのためオープン戦には中継ぎで1試合にしか登板しなかったものの開幕ローテーション入りを果たした。 4月4日の阪神戦で来日初登板、初先発し、7回無失点の高騰を見せた。しかし、6月5日のオリックス戦において、5回途中に脇腹への激しい痛みを訴え、病院での検査の結果、肋骨を骨折していたと診断された。これにより、骨がくっつくまでに4から6週間かかるとされ、前半戦の残りは絶望的となった。 オールスター明けとなる7月27日の巨人戦で復帰。9月7日のヤクルト戦で7回4安打1失点、7奪三振の高頭で実に11試合ぶりとなる復帰後初勝利を挙げた。9月14日の DNA 戦では8回に失点とし、自己最多の12奪三振を奪ったが、味方の援護がなく敗戦投手となった。高騰しても味方の援護が少なく勝ち星は、 伸びなかったが、来日1年目は20試合に先発し、6勝5敗、防御率3.09という成績を残した。は、14試合に登板するも、防御率が前年より1点悪化し、4.09と不調であった。11月28日、自由契約公示された。2月21日に新品ティレッツとマイナー契約を結ぶ。 5月6日に解雇された。5月27日にメキシカンリーグのキンタナロー、タイガースと契約。11月には第1回 WBSC プレミア12にドミニカ共和国代表で出場。先発登板したオープニングラウンドの日本戦では元チームメイトの平田良介らと対戦し、5回に失点の投球内容だった。3月28日に解雇となる。 203cm の長身と、真上から振り下ろすオーバースローから、平均球速 93mph、約時速 150km、最速 100mph、約時速 161km の速球と、アーサーローズが比較対象に上げられた落差の大きいパワーアーブ、スラーブとも呼ばれるを中心とし、チェンジアップも混ぜる。速球は1 0 0ル p h 約時速 161km 以上をシーズン40個近く継続し、2005年にはベースボールアメリカ誌が集めたアメリカンリーグの全監督へのアンケートのベストファーストボール部門で1位ランクインした。しかしメジャーのスカウトから請球さえ安定すればサイアング昇級の素材と評されたようにメジャー通算、予視級率5.24と請球力に非常に難があり、 本人も、俺の人生はずっと死休さと、自虐するほど、球種ごとに投球フォームが違い、フォームが定まらないため投板ごとに、制球力に、ばらつきがあり、特に変化球の制球に苦しんでいた。トミー・ジョン手術から復帰した2012年からは、球速が90メートル PH、約時速145キロメートル前後に落ち、2012年には、 マイナーでの良し球率2.86を記録するなど、請球がやや安定している。大柄な体格ゆえ、クイックを苦手とし2013年には23回、走られ22回の盗塁を許した。中日移籍当初はこれを相手に疲れたために成績が安定しなかったが、骨折による二軍落ちを経て、投資コーチの指導によりある程度改善し、安定した投球を披露するようになった。 メジャーリーグ 3A どもに安打を記録しておらず、打撃は非常に苦手な投手である。なお、2013年に日米通じてプロ入り初安打を記録した。逆上しやすい性格と投球頭脳に欠けていることで有名で、2007年9月7日のボストンレッドソックス戦の4回西三塁の場面で、投手コーチのレオ・マゾーニーからセットポジションでの投球を示されていたが、 ワインドアップモーションで投球を始める。また、三塁走者のココクリスプのフェイントモーションに引っかかりボークを喫し、それに逆上して、打席のダスティン・ペドロやカシラ付近へ危険球を投げ退場処分を受ける。さらにその処分に抗議して暴れたため両チームが入り乱れる揉み合いに発展し、6試合の出場処分を受けた。この事件から、ファンの間で、 100万ドルの即球と10セントのおつむと揶揄されるようになった。登板前は超マイペースで独自の調整法を貫いている。好きな投手はペドロ・マルティネス。日本に来てから気に入った食べ物はチャーハン。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。